二見のです。じゃあまた続きやっていきましょう。前回はね、確か斎藤家が2回ぐらいね、この辰沖とか攻めてきて、でこのね武田も攻めてきたというとこでしたかね。確かこの最後2部隊ぐらい来たんだよな、こっちとこっちで。だからこっちの方はね、もう兵数が回復しそうな感じですかね。で武田もね、今確か長尾家、まあ上杉にね攻められているので、まあこちらには来ないかなと。うん、そんな感じですね。長尾がねかなり勢力をね伸ばしつつあるので、これ取りそうっすね。すげえな、うわー、やるね。はいといったところで、じゃあ進めてまいりましょう。うん、もしかしてまた何もなければカットするかもしれませんが、ひとまず進めていきましょうか。はーいと。陛下を取得しました。表情を始めます。先月の収支です。さて何したんだっけな。今はこっち寝室だっけ。寝室をしていた。うん、よし。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。さあこんな感じでまたやっていきましょう。うん。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。ちょっと今早送りしたかもしれないですけど、織田が動いたぞ。これどこに行く。ああ。ここか。いやー、工藤家ですよね、長野工藤家。誰も援軍来ないかな。普通に織田がやってしまいそう。いやー、斎藤家はもう織田の方攻めてくれ、ひとまずは。まだ我々はそんなに余裕はないのよまだまだ余裕はないのでお願いしますと。松倉に行く。武田って来ないな。ちょ、そういうことは武田が来ない。素晴らしい。あー、箕輪城がやられる。お、箕輪城に救援に来る。おー、いいですね。武田が動く。我が戦お見せしましょう。なんだなんだなんだ。松倉に救援に行く、もしかして。ほう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 、これは武田と組んでる。朝倉一緒に攻めようというところか。ああ。新山を獲得したと。さあ、どうだどうだ？武田はどうなっている？連動高いね、ミキさん。すごいよ。いや、一緒に攻めるのか。ミキキより飛車が来てる。なんすか。同盟なんて結ばないよ、そんな同盟はしないことにしてるんで縛りプレイなんでそんな無理ですこれは我が戦あー、武田を見せしましょう。出陣するぞ。防ごうとしてる武田をこれやられるぞ、秋山さんに。中条さんやられるよ。うわ
ご命令を先月の終始です。大丈夫か、織田が。うわー、ヨシテル来る、ヨシテル来る。これ織田ダメじゃないか。信長どこだ。これか、これやられるな、きっと。まあ我々にはほぼほぼ関係ないというか関係なくはないですけど、まあ別にっていう感じですね。またやっていきましょうか。攻撃してると、ここはどうなる。ただ包囲しきれてないってことですね。ここはあっさりやられたまあ武田を相手にしてればね、まあ、無理でしょう。おっ、これはなかなかの戦い。いやいや、かなり動いてきましたね。表情を始めます。先月の収支です。1万5000か、兵糧。まあ、悪くはない。あと2ヶ月。あと2ヶ月で手に入る。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。いやー、1万200入ったか、ついに。ついに1万ほど。きたー。ついに来ましたね。お金が手に入る時が来たと。よし、こっからですよ。こっから。はい、ちょっといろいろカットがあったと思いますけど。今斎藤家がね、この大垣城がね、稲葉一徹が寝返ったので、もう3拠点になったんです。で、今ちょうど武田が松倉城しかも攻めてると。となるとこっちの脅威はなくなったということなので、今から、岩村城攻めます。はい、今が攻め時かなと。いくらやってもというか、待ってもね、チャンスは来ないので、ちょっと行ってみようかなと。斎藤家も別に同盟してるわけじゃないと。よし、じゃあ行きましょうか。こう全部出すのは怖いから、2200ぐらいで、こうしようか。こっち側から行きましょうか。じゃあそんな形でやってきます。手柄を立てるぞ。怖え、来んな。織田来んなよ、まだお前。よし、ここから斎藤利光3600で行ってもらいましょう。いや、今武田がいないから攻めてるんだ。今しかないのだ、攻める機会は。バカなのお前。こっち向かったってこっちから来てるのに。始めます。先月の収支です。いや、よし、修復は終わったと。終わったのであればまた回収していきましょうか。またいつも通り木材を買ってですね。ありがとうございました。木材を買って石垣でいいかな。じゃあ修復はいいか、まだ。凍傷してるんだっけな。投資をするよりも
回収をしてくださいと。ああ、65日もかかる。それは困ったな。じゃあ、こう。こっちの天守を作りましょう。よし、じゃあやっていきましょう。今を置いて、機械はないのだ。いざ参る。よしよしよし。逃れてくれる。よしよしよし。ちょっと早いよ。ちょっと待ってくれ、お前怖いからやめろ、そういうの怖いってか、マジで信長怖いわ。本当は信長がね、死にしてる時に行きたかったんですけど、そんな機会を待っていたらいつまで経ってもってなっちゃうんでね。よし、囲いましたよ。怖え。武田が来てるよ、なんか。うわー、こっちかなり食らってんな。はあ、我らに撃てる敵はありません。いや強すぎんだろ、柴勝さん。何者だよお前。いやー、柴勝さんが強すぎる。報告いたします、報告いたします。なんで信長が出ている。勘弁してくれ。ちょっと待ってよ。今信長来たら終わりなのだ。うわー、なんでこんなにこっちダメージ受ける。うわ、マジで強すぎる。どういうことこれ。みっちゃんやられるぞこれ。あと一発耐えられるか。いやもう無理だ。戻ります。うわー、予想外の反撃を見てしまった。何これ。長野城に行こうとしている。マジで。ちょっと待って、これなんだ。うわー、武田が来ている。なんて厄介なことだ。うわー、柴勝が強すぎる本当に。どうなってんだマジで。一回戻るか。武田が来てしまったじゃないか。武田が来てしまっている。マジか。出陣します。やべえな、タイミング間違えたか。くそー、ご命令を。先月の終始です。報告いたします。強すぎんだろマジでお前。何様だよ。ちょっと密談しよう。密談して柴勝さん、柴勝さんどこっすか。柴勝さん、柴勝さんの、あ、どこ行ったマジで。柴田勝家、あ、いたいたいた。付箋を結びましょう。あー、でも全然上がんねえか。付箋条約はなかなかいかない、うまく。柴勝さんが強すぎる。いやー、予想外も予想外。御用を承ります。ありがとうございました。
なんてこったい。まあこんな感じで強化していきましょう。もうしょうがないもんな。いやー、武田と上杉戦ってくれ。いやー、しくったなー。しくりましたわ。どこ行く、どこ行く、お見せしましょう。どこ行く。おし、ということは織田家は大丈夫。織田家は問題ない。出陣するぞ。そしたら動きましょう。もう一回。よし、じゃあ今度はみっちゃんは全力で行きましょう。我が戦お見せしましょう。うん、さあ岩村城を取りますかと。この間に動いてくれ上杉、上杉、武田と戦ってくれ。こんなの来たらひとたまりもないぞ。我々はこんなの来たらひとたまりもないよと。取り囲み、取り囲んでください。いやー、減らないよね、なかなか連動が高いから。いや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 、ご命令を報告いたします。先月の収支です。これは自利品だが、このまま行くしかないか。まあしょうがないっすね。木材をまた買って、ありがとうございました。兵糧も買いましょうか。ご用を受けたまわります。お金が結構あるのでと。攻め込んでくれと。うわー、時間かかりそう。降伏してくんないかな。降伏はしないか。どうする？なら出ましょうか。今回の主人公、戦場を制す。いやいやいや、そんなこと言ってる暇はない。はい、じゃあやっていきましょう。やっぱ戦おうと思ったんだけど、これ多分武田が今ちょっと取ったら多分来そうなんだよな。ちょっともう一回やりましょう。ひとまず兵数を減らすということで、武田に備えられなければ意味がない。これまたあれか、武田を牽制する部隊を置かなきゃいけないか。ずっとけだ牽制部隊を置く必要がある。今何してたっけな。内政、内政は何をしてましたかと。ああ、これやってなかったっけ。ああ、そうだそうだ。
ここのね舞台だけすごい強化してた。舞台というか城だけ。でもねここもね強化したいんですよね。そうなるとこちら側に呼びましょうか、この正常できる舞台を呼んで、武田に備えましょうか少し。厄介なことになった。武田が上杉と戦をやめるなんて思ってなかったぞ。いやー厄介なことになった。ありがとうございました。まあしょうがないっすね。一番備えるべきは武田だったな。戦場へ参る。しくったか。ちょっとこんなに来るとは思わなかったぞ。で、工藤家が亡くなったということですよね。やっちゃったな。うん、帰ってくれ帰ってくれ帰ってくれ。他の皆さんも帰っていいんですよ。これはなんだ。北条が取ろうとしている。ここも北条が取ろうとしている。うわ、北条が勢力拡大してるな。北条と武田は今、ちょっと待って、1560年8月、これ桶狭間のイベントが発生してないのか今。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。マジか。兵糧が入ったのは嬉しいが、御用を受けたまわります。ありがとうございました。なんてことだということですね。今投資をしてる暇なんかないですよですね。ひとまずこちら側のね回収もしましょう。いやー、やっぱ備えるべきは武田だった。武田の脅威を忘れていたと。ありがとうございました。もうこっちにだけ行けばいいかなと。あと織田が怖すぎたんで、そういう対策をしていたと。ぬるかったな、やっぱりやり方が。しくじりました。出陣する。なに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 、なに、何？あ、来てくれた。国見に来てくれた。お、いいね。いいっすよ。我々に構ってる暇はなくなった。よし。よし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 。これは？あ、苗木城の舞台。よしよしよし。これは完全に帰ったら戻りましょう。出陣します。ちょっとだけ一安心ですね。ああ怖かった武田。武田怖かった。手柄を立てるぞ。ん？何？何？何？向こうに行ってくれるのはありがたいんだけど、どんどん勢力拡大に図る。よし、もう帰ったかな完全に。うん、完全に行ったね。よし、城へ戻る。戻りましょう。表情を始めます。先月の終始です。よし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 。どうしようか。ここはやれることがないと。ここは天使をじゃあ作っちゃいましょう。あと整備だけできるか。ここの整備、どうしようか。ならば投資をしようかな。うん、御用を受けたまわります。ありがとうございました。鉄も買っちゃいましょうか。御用を受けたまわります。ありがとうございました。連度23。じゃあ攻め時ですね。そろそろ
我が戦出ましょう。そしたらもうみっちゃんはこっちからですね。ついに連動が下がってきてくれたと。よし来たかな、ついに。ついに来ましたかなというところ。これはなんだ、ここにも上杉来てくれてる、ありがてえ。上杉様ありがとう、ありがとう。もう出てる柴勝さん。ありがてえがと。ちょっと早く出過ぎたかな、としみっちゃん。ちょっと早く出過ぎたかな。あー回復してるね、耐久が。せっかくある程度耐久を落としたのに。まあいい、何回もチャレンジして落としましょう。チャレンジをして落としていきましょうと。クルアかな。うん、ご用を承ります。ありがとうございました。よっしゃ、また必要なものを買ってですね、行きましょうか。よし、レンドがそこまでなければ敵を追い詰めます。やりやすいのかもしれない。レンド15いけるか、今度は。やばくなったらみっちゃんを一回引かせましょう。誰も来ない、よし、いいぞいいぞ。北条がまたどっか強くなってる。おお、影虎さん、いやいや、これ武田やべえな。逆に武田がやべえな。ご命令を報告いたします。報告いたします。逆に武田がやばいですねと。すごいな、もう上杉万歳じゃないか。ありがてえ、ありがてえ。めちゃめちゃありがたいっすよ。じゃあこう連立天守を作りましょう。じゃあこんな形で。あ、取れますねこれ。1470取れる取れる。敵が我が領内に向かっております。今はないわ、今はないっすよ。マジか、秀光がいる。まあいけなくはないが、このタイミングか。じゃあ行かせましょうか。伝語と出陣するぞ。三ツ安本人じゃ行きましょうか。出陣するぞ。マジか、来たかお前ら。よし、敵将捕らえたり。取ったぞと。戻ります。いや、あーちょっと待って、みっちゃんは今なんかしてますよね。あ、ダメだ、入れない。
くそー、見ちゃいたかったけど、今回収中だ。城へ戻る。じゃあしょうがない。いや、停戦なんかはしないよ。停戦はもちろんしませんと。するわけなかろうってことですよ。さあ、前田玄衣が手に入る。よし。で、こちら側も出しましょうか。秀光を出陣させると。我が戦お見せしましょう。こういった形でいいかな。うん、帰ってくれる。明智のみっちゃんがこっちに。まあしょうがないね。はい、じゃあこれでまたやっていきましょうか。さあ、戦になるかな、そろそろ。あれ、これすごくいいタイミングか、これあー、この部隊が入れないってことか逆にね、逆に入れなくなった。はい、といったところで今回は終わりにしましょうかね。またついに斎藤家が動いた。そして我々は岩村城を手に入れることができました。しかし、ここ岩村城というのが微妙な、もう噛みまくってんな、微妙な場所にありまして、このね、今川家が いくらでも行ける場所にあると。そして武田家も行ける場所だと。ただここ山城なんで、ある程度回収すればいろいろ太刀打ちはできるんですけど、ひとまずそういった形ですね。はい、じゃあまた少しだけ死んでありましたけども、これからも苦難がね続くと思いますので、はい、またこの続き見ていただけるとありがたいかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ではでは、またねー。